こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日はですね、これですね、わかりますかね。1975年にエポック社が発売した日本最初の家庭用テレビゲーム機、テレビテニスです。ここにですね、現物も持ってきているんですけれども、ここにですね、エポックズエレクトリックゲームシリーズと、エレクトロテニスって書いてありますけれども、マニュアル等ね、日本語ではエポック電子ゲームシリーズテレビテニスという名前で売られていました。当時の発売価格は19,500円。今日はこれを作っていきます。エポック社といえば、私の世代では何と言っても野球盤です。昭和33年に初代野球盤を発売しているんですけれども、僕がある時高円寺で買った非常に古い野球盤がですね、実はまあ2代目ですごくレアなものだっていうことで、あるきっかけでエポック社さんから譲ってほしいと言われたんですよね。その時に物々交換的に代わりにいただいたのが今日持ってきているテレビテニスです。おもちゃショーとか野球盤がずらりと並んで展示されたりしますけれども、あれの最初から2個目、あれは僕が高円寺で買った第2世代の野球盤です。さてテレビテニスですが、これは世界で最初に家庭用テレビゲーム機を発売した米国のマグナボックスという会社があるんですけれども、そこと技術提携して作られたものだと言われてます。本体の両側にボリュームのようなスイッチがあって、これでラケットを画面の中で上下左右して2人で打ち合うと、アーケード用テレビゲーム機の初期の最大のヒット作と言われているあたりのポンというゲームがあるんですけど、ちょっと似たような感じですね。ちなみに世界最初の家庭用ゲーム機というのは、マグナボックスオデッセイという商品で1972年に発売されています。オデッセイはカートリッジに似たカードを差し替えることで、いくつかのゲームができたんですけれども、テレビテニスは基本的には同じことしかできないと。ボールを打ち返せなかったらマイナス1点。オートモードというのもあって、そのスイッチを入れるとコンピューターと一人で対戦することもできたんですよね。その得点表示は人間がダイヤルでセットしていくというものでした。ちなみに使用説明書を今見るとですね、テレビテニスは小型テレビ放送局ですなんてことが書いてあるんですね。これどういうことかというと、 UHF の電波をこの機械から発して、それをテレビに接続したループアンテナで受信することで画面に表示してたわけですね。で、本体の奥に2つのつまみがついていてですね、 V ホールドとか H ホールドって書いてあります。画面の動機がずれて縦に流れたり横にずれたりするのをこのつまみで合わせていたと。ところでちょっと面白いのが、カートリッジを使うわけではなくてダイヤルを切り替えていくつものゲームができるというものでもなかったんですけれども、このテレビテニス、ピンポン、テニス、サッカーと3つのゲームができるって書いてあるんですよね。機械の動作としては1種類しかないのに、人間がですね、ルールを決めてそれによって3つのゲームができるということなんですよ。ピンポンの場合はラケットを上下にしか動かさない。テニスをやりたいときは、自分のコート内で上下左右に動くと。サッカーとして遊びたい場合には相手のコート内にまで移動して遊ぶということなんですよ。プレイヤーの約束っていうんですかね、遊ぶ相手との2人で約束したルールだけで3つのゲームができちゃうという、これはもう遊びの原点みたいなところがあったと思うんですよ。ということで、できました。テレビテニスは記念すべき日本最初の家庭用テレビゲーム機ですけれども、それまでの遊びのルールみたいなところが感じられて、ちょっと可愛いというか面白いですよね。遊びって何だろうと考えさせるものがあります。もう本体がね、横に長くて、コントローラーがね、ケーブルでつながってんじゃなくてそのまま並んでできちゃうというところも面白いと思いますけれども、もう真っ赤な、なかなか可愛い筐体だと思います。ということで来週もやります。見てください。